こんばんは、ガリュウです。まあ、最近ね、いろいろ考えることがあってですね、自分の持っている竿を眺めながら、まあ、夜な夜な思いふけっているわけですけども、まあ、良い竿とは何か。まあ、その定義っていうのはですね、まあ、その狙う対象魚によって、まあ、全く変わってくるものなんでしょうけども、まあ、僕の釣りは主にですね、基本キャストを繰り返すルアーフィッシングなわけで、まあ、その中での良い竿の定義っていうことになるとですね、まあ昔の僕の考え方ですと、もうワンピースはマストなんですよね。まあ竿の継ぎ目があるなんて考えられないって思ってたんです、僕は。はい。最低でもグリップの根元から抜けてブランクスは1本っていうのが、今僕の持っている竿を見返しても多くてですね、まあ、それはなぜかというと、まあ、ブランクスに継ぎ目が少ない方が、まあ、軽くて感度も良くてベンドカーブも自然なわけで、まあ、悪いことはないよねと。まあ、釣るということに特化すればあらゆる面で性能が秀でてるっていうのは、まあ、今でも疑うことはないんですけども、まあ、バスロッドであれば、まあ、全部ワンピースですし、まあ、オフショアロッドもよく見返してみたら全部ワンピースですよね。まあ根元からブランクスが抜けるっていうモデルはありますけども、基本まあワンピースです。はい。そしてまあシーバスロッドとかショアジギロッドですね。まあこれはまあ9フィートに近くなったり9フィート超えたりするわけですんで、まあ2ピースが普通なんですけども、まあ基本まあ継ぎ目は少なければ少ないほどいいって僕は思ってました。まあしかしですね、よくよく考えると我々のような妻子持ちですよ、仕事が忙しい世代、まあ、良い竿の定義が少し変わってくるんじゃないかなと最近思うようになりました。はい。まあどんな竿がいいのかっていうとですね、まあ嫁に見つからない竿買ったことがバレない竿、はい、これいいんじゃないかなと僕は思うようになりました。はい。まあ独身の頃はですね、部屋にロッドスタンドを据え付けて、もうこれ見よがしに並べてたもんですけども、もう今はね、もう昨今は、まあ、ワンピースロッドを買い足そうもんなら、もう即バレますからね。もう隠す場所がないです。まあ、最新持ちアングラーにとって良い竿とはですね、まあ、ステルス戦闘機のように、嫁レーダーに感知されない竿ではないかと最近思い出しました。はい。まあ、そしてですね、まあ、付け足すなら、我々はですね、まあ、自由がないです。まあ、仕事も忙しいですし、まあ、家族を持ったことでいろんな制約があります。はい。どんなに素晴らしい性能の竿を持ってもですね、持っていてもですね、水面に糸を垂らすことができなければ、まあ、魚と巡り合う可能性はゼロなわけですよね。まずそこからでしょと僕は、まあ、夜な夜な考えるようになりました。もう最近釣りに行けてないんでね。まあ、こういう世話しない毎日を送る我々にとってですね、残された魚と出会う手段。これはですね、もうファストフィッシングしかないんじゃないかなと思ってきました。はい。特に最近思ってきました。全く釣りに行くように見えない。全く微塵もそういう感じを、オーラも出さない。感じの装いから好きあらば竿を出すと、これがファストフィッシングです。まあビッグマックのパテが焼き上がるよりも早く竿をファッと出す、糸を垂れる、これが僕のもしかしたら理想の釣りなんじゃないかなと思うようになりました。で早速密林探検ですね。はい。まあできるだけコンパクトで、できるだけ長く。そしてできればベイト、はい、探し当てたのがですね、こちらの竿になります。なんていうかコンパクトですよね。こちらの竿、僕存じ上げないんで申し訳ないんですけども、プロックスっていうメーカーの、マイクロソルト MS80MLTC ですね。プロックスっていう、まあすいません、本当メーカー僕知らないんですけども、
どういうメーカーだかよくわからないんですが、日本のメーカーみたいですね。はい。で、マイクロソルトっていう割には8フィートなんですよ。この小ささで8フィートですよ。すごくないですか、これ。8フィートがこのコンパクトさって、なかなかなくないですか。うん。ちょっとこれを取ってですね。まあこういう振り出しさを。まあ僕ほんと振り出しさをってね、小学生の時に投げ竿を2本ぐらい持ってました。それ以来持ってないですよね、振り出し竿って。いやもう割と新鮮です。もうガイド自体はちっちゃくて、まあちょっとあまり太い糸は通りにくそうな気がしますね。うん、だけどまあ僕はまあ基本竿はアブが多いんでですね、アブの KR ガイドっていうのはもうこれぐらいの大きさですよ、実際に。まあそこは慣れてます。リーダーとの結束も僕は PR が基本なんで、まあ糸抜きは多分これで大丈夫だと思いますね。はい。でまあスペック的にはですね、長さは8フィート、カーボンの比率ですね、これが 86% って、まあ、説明書に書いてましたんで、86っていうことは割とグラス比が多いんですよね。だからちょっと重いのかなと、今の時点では思ってます。でもそんなに感じないですね、重さは。割とそんなに重くない。まあ今こんなにコンパクトだからそうなのかもしれませんけども、伸ばした時にどうなるのかわからないですけども、今はまあ、部屋の中なんで伸ばせないですが、まあ、後でちょっとチェックしに行ってみたいと思いますけども、まあこれよく見てみると全長がですね243センチプラス5って書いてあるんですよ。で、これプラス5って何かっていうとですね、8フィートの割にはこれだけのリアグリップってないじゃないですか、いくらなんでも。で、一応ここはこういうふうに蓋になってまして、はい、こんな感じで取れます。そしてこれがついてました。こんな感じ で、これをつけると。つけることによって、まあ、8フィートになるんだと思うんです。まあ、いいですよね。これ、ここを付け替えるぐらいだったら、ここを付け足すぐらいだったら別に問題ないですよ。波継ぎと、まあ、グリップ部分は波継ぎで、ブランクス部分は振り出しという、ちょっと面白い竿ですよね。うん。で、まあ、格好も悪くないですよね。うん。いいんじゃないですか。でも、ちょっとこれ、脇に挟むのはちょっと難しそう。もうちょっとこのリアグリップ、これぐらいまでないかな、と思って、まあ、眺めてたんですけども、よくよく見ると、これもそもそもこの蓋がこう、ついてたのを外して、これつけて、ここにもまた蓋、同じようにつくんですね、ここに。ってことは、これを部品としてもし買うことができるんだったら、これを2つ見つかって継ぎ足しゃいいんじゃんと思って、まあ、早速このメーカープロックスに、メールしてみたんですけども、この会社いい会社ですよ。すぐ対応してくれて、それだったらウェブで買えますと。あの URL 教えてくれたんで、そこで URL クリックしてみたらですね、これがまあ確かに売ってたんですけども、3種類あってですね、これの長さが。5センチと4センチと3センチ。はい。それぞれの在庫が1個ずつというですね、もうなんとも微妙な、はい。もう、と思ったんですけども、もう散財ついでにですね、もう買いました。はい。4センチ、5センチ、5センチ、4センチ、3センチ、こちらでございます。ドン。これもつなげてますんでね。まあだから俺が5センチで4センチで3センチですよね。はい。で、これを元からあったこれとつないで、はい。まあこれはバイト。で、これをこういう感じで持ち歩いて、これをリアグリップとしてつけると。どうです?もうこれ立派ですよね、もうすでに。で、まあ、ベイトリール。これは、これはですね、ベイトリールは、皆さん、この機種が気になって、皆さんよく聞かれるんですけども、僕は大したもの、あまり持ってないんで、あれなんですけど、ロキサーニの、
BF8 っていう、まあ、ベイトフィネスよ。まあ、あの、スプール系のでっかいっていうか、まあ、その、なんていうの、スプール溝が浅い、まあ、細い糸を、まあ、ベイトフィネスですね、要は。はい。これに 0.8 の PE を巻いてます。はい。まあ、これでですね、まあ、この状態で、このグリップを外して、この状態でですね、さっきちょっと車行って、車どこに収まるかなってやってみたんですけども、なんとグローブボックスの中入ります、これ。はい。グローブボックスの中にこれを忍ばせておいて、隙あらばっていうの。まあ、今日、今から嫁をちょっと仕事に送っていくんでですね、はい。仕事場まで送って、で、そこから数十分間ちょっとゲリラ的にちょっと試し投げをしてみたいと思います。はい、それでは行ってきます。桜咲いとるね、もう。え、本当咲いとるかな。ここも桜のはずよね。うん、あー、ポチポチつぼみぐらいは。あとこの通り咲いとや。サイトかね。うん。5分までも言ってないから、半分だけぐらい。まあ来週やね。初めて夜桜の日。いってらっしゃい。さて、今嫁を、職場に送りました、ということで今から、まあ今現在時刻は3時6分ですけども、今からちょっと小1時間いや1時間もないよね、30分ぐらいやってみようじゃありませんか。嫁はまさか僕が今から釣りに行くとは絶対思ってないはずですね。何せ車の中に、釣り具の気配はありませんから。うん、しかしですよ。行ってきます。